数式パズル、簡単には解けない点パズル、おまけ問題付きです。では始めましょう。以下の4つの数字と算数記号を使ってイコール10になるようにしてください。順番は入れ替えても OK ですが、45などのようにくっつけることはできません。では解説をします。正解は上のようにします。計算して確認してみます。まず括弧内の掛け算をして、さらに引き算し、最後に割り算すると10になります。おまけ問題です。3つの3を使ってイコール1になる数式を2つ作ってください。使えるのは算数・数学記号全般です。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。